武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は宮崎大学の小論文の勉強について話していきたいと思います。小論文前期試験で出題しているのが、地域資源創生学部、のみとなっております。現在はですね、で、問題の、内容としては、まあ、2016年から開始なので、この問題について言うと、まあ、社説ですね、を読んで、問い、大問が2つ、まあ、400字程度の論述、と、まあ、そのまあ、それをもとに自分の意見を書くという問題がそれぞれ出てくる形となっております。まあ、トータルで書くには字数は1000字超える程度ですね。でテーマとしては割と読めば内容が分かるようなものではあるので、あとは小論文自体を書く練習ができているかどうかと、まあ、その行きたいとこの学部に対してですね、あの問題意識というか考えているかどうかということを要求されます。まあ、小論文のテーマ的には社会科学系のテーマを押さえておくといいかとは思います。なので、まあ、あの小論文の書き方本ですね、田村優しく語る小論文と、あとは、小論文の完全攻略本、これをやった上で、まあ、小論文の完全ネタ本の、まあ、社会科学、系統を、まあ、追加でやっておくといいかと思います。まあ、それで400字程度、もしくは200字程度、まあ、200字、400字、600字程度ですかね、まあ、程度でいろんな形式に対して答えが出せるように練習をしておきましょう。まあ、小論文の対策そのものはある程度長いスパンを見て、まあ、週に1台とか2台程度の論述で構わないので、まあ、定期的に書いていって、まあ、急激に、まあ、センターアートとかに伸ばそうとはせずにですね、ちょこちょこ書いていって、まあ、まあ、慣れていくようにしていってください。以上が小論文の勉強となります。